5ですか、今日は4 3点かな、もう。さあ、皆さん、日曜のお昼でございますが、どうもどうも、ね、いかがお過ごしでございましょう。今日はなかなかちょっと、あいにく雨も模様で、雨女でございます、ね、雨女でございますね、はい、今日はちょっと湯島の雨女さんをお呼びしまして、いや違う違うみたいな、なんとですね、まあ私どもね、皆さんこの番組見てる方とか、私のこう生態をよく知ってる方は、うん、よくよく湯島を飲みに行き、ね、ゲーバーをいっぱい回るとか、岡間バーを回っているのはよくご存知ですけど、今日は最近、一番最近知り合ったんかな、湯島だって結構歴は古いんですけど、はい、最近知らせてもらいましたヒステロンからですね、漁業組愛ママちゃんのことでございます。よろしくお願いいたします。ヒステリカ のママ漁業組愛と申します。よろしくお願いします。大田ってまだでも3ヶ月ぐらいですかね。そうですね、言うてもそうですね、3ヶ月経ってないんじゃないかなぐらいじゃないですか、ね、あの隣のお店、あれで何てお店だっけ、ローリーさんってことね、ルーチェ、ルーチェさんの、ルーチェの、マコママからご紹介いただきました。マコママ見てる見てる、絶対見てへん、寝てるかなこの時間ですから。でね、そのルーチェの隣にあるじゃないですか、サーヤ亭。あ、はい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 、僕ね、サーヤ亭さんからルーチェなんです。あ、そうなの。サーヤ亭さんに行ってる時に、サーヤ亭はね、ある町のユシムの働いてる女の子が、うん、サーヤ亭を紹介してくれて、うん、サーヤ亭で飲んでる時に、どんかおもちゃみたいなああいうのを言ったら、うん、隣行く言って、うん、で、ルーチェなんです。あ、へえ、そうだったんですか。で、はい、ああ、やられたよ、やられたよ、そうそう、で、ね、まもこままからはい、はい、面白い店、ヒステリアから行ったことないの、高橋さんって、いや、ないです、ないです、もったいないですよ、本当に。俺も、もうもっちゃもったなかったですでも、短いで結構行ってるでしょ。あ、そうですね、そうですね、楽しくてね。で、うちのプロレスの大会も、そうです、そうです、かっこいい、ダーリンとね、久しぶりにプロレス見に行きましたよ、本当に、めちゃくちゃ。あ、で、私の彼氏は初プロレスだったんで、でもすごいちょうど良かったです、タイミング的にも。おなんかそろそろ見てえなと思って、男の上半身裸良かったですか。いや、良かったですね。ジャガー横田さんなんて初めて生で見ましたし、なんかね、僕その後新宿2丁目でまた同じように協賛とか来てくれたお客さんのお店に行った時に、はい、ね、名前何したかな、あいつ、一番人気だったんがあれ誰やったかな、あの人の名前ちょっと、うん、え、誰、あのね、一番体がいいって言うけどね、そう、新た、新たくんっていう選手覚えてます。はい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 、なんかちょっと高いめの、みんなが新たがいい。いや、私、あいちゃんどうでした。いや、あれびっくりしましたよ、橋本真也の息子の、大地さん、大地さんよかった。いや私すごいプロレスはもともと好きだったんですけど、橋本真也とか、それと天竜とか、うん、そっちの方の、うんうんうん、両親がプロレス好きで、うん、結構破壊を橋本みたいなのがすっごい好きで、うん、結構ストロングスタイル好きなん で、あ、それの息子さんだと思ってすごい興奮しました、うん、よかったです、息子さんがちょっとね、体型、うん、彼も出てる時は細身やったんやけど、うんうんうん、最近ちょっとしっかりね、パパにね、ちょっとパパに似てきた。そうなんです、そうなんです、もうなんか私自分より喧嘩好きそうなんじゃない、喧嘩強そうな男が好きなんで。あいちゃん喧嘩強そうやからね。いやー、もちろん私より喧嘩強そうな。ところでまずちょっと乾杯しましょうかね。とりあえずそうしましょう。乾杯で。イエーイ。どうもありがとうございます。今日はご視聴いただいて。今日はなんか湯島中のママが見てるんじゃないですか、もしかしたら。マジでやめて、本当に呪いの手紙とかいらないですからね、本当に。これ手紙は送れるからね。そうです、そうです。今もね、メッセージよかったらね、X など、あ、そうそう、そんな感じで適当にコメントしていただければ。さあ、じゃあ、ひしてかさんまずご紹介したいと思うんですけども。そうですね、はい、場所とかのそういうのが出るんですかね、もしかしたら。出ないですか。あ、出ましたね。湯島、湯島ヒステリカ。おお。ちょっと右上にさ、なんか力労働してる写真が出てますね。あれはどういうこと。すいません、私力労働者でございますので。すいません。キンキンのビールがっていうんですか。最高ですね。やっぱり冷えてやがる、ありがたい。あ、やめて。しかもこれ筋肉マンのやつですから。筋肉マンの方やから、ね。そう。キンキンのビールちゃうやんからね。基本的に私自分のこと力労働者だと思ってるんで。なるほど。そうです。これは場所は湯島、はい、ツインビルズ。そうです。文京区。そうです。ドンキホーテのほぼ真裏、はいはいはい、なんて言いますかね。
あのジョジョ園が入ってるすごいビルの、はい、あのそうですそうです、ぼったくりビル、ジェジェジェ、ぼったくりビルでもあるんですけど、うちもぼったくりなんですけど基本的に、そうですそうです、3の37のそこの船の 裏、はい、裏手ですね。そうです、裏手です。はい、1階になんか奥にね、そうです、1階にタイ料理屋さんがあって、はいはいはい、そこのほぼ真上ですね。でなんかあの奥に何やったっけ、なんかあるんですよね、うん、キャバクラみたいな、そうですそうです、ね、なんか美女と魔女っていう名前の、すごいなんかかっこいい名前ですね、美女と魔女って、ね、ほぼ魔女しかいないんですけど。そうそう、で伊勢川さんは何年ですか、はい、やられて、あの今月末で7年になるんですよ。7周年、そうなんです、なんかそういうチラシがなんか新しいですか。ありますあります、ちょっとこの画像です、わかりますか、出ますか、出ますか、7周年見えますか、見えますか、あ、これです、これです。7年。すみません、はい、あれは誰ですか？これ私なんですけど、5年前に書いてもらったんですよ。ずっと使ってんの。何周年っていう時は、このイラストをずっと使ってて。なるほど。そうなんですよ。ちょっとなんかレストランっぽくなってますけど。うん、そうなんですよ、これがね。ちょっと7周年記念。はい、なんと。これチラシとかもしあったりするんですか？チラシはね、あるんですよ。あ、ちょっと、貼っとい、貼りに来てちょうだい。ありがとうございます、貼ってもらいましょう、ありがとうございます、じゃあ、そう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 、はい、そこです、やった、そうそう、あ、そう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 、ここにね、いやいや、違うんですよ、違うんですよ、ここじゃないんですよ、そう、こっちですよ、何言ってるんですか、貼っといてちょうだい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 、そう、いつでも見れますからね、これで。本当は光沢紙でやろうと思ったんですけど、近くのセブンで光沢紙扱ってないということで、はい、あ、なるほど、ええ、テカテカなんですね。そうなんですよ、でもテカテカすぎると逆にね、はい、ちょっと反射しちゃうかもしれない。さあ、それじゃあそろそろ次のテロンの、はい、友達を紹介してもらいましょう。いやー、お友達じゃなくてね、お友達いないですよ、ね、これが、じゃあ7周年12月1日から、そうですそうです、すごいお祝い、ありがとうございます、ありがとう、なんとか細々と、ね、ちょっと湯島と酒屋さんシャンパンなくなるんじゃないですか。そうですね、全部飲み干しますねあれ、もしかしてなんかあれ流行りのおじさんとかでやる話、そうそう、その手があったか。あ、でもオリシャンはこれのね、そうね、そうね、オリシャンだったらね、別に中身なんでもね、あれですか、ラベル貼り替えればいいだけですからね。そうなのよ、あ、やるか、自分なんだったらもう夜鍋して作ろうかなぐらいの感覚でいいんですけど、母さんがね、ラインストーンなんてつけなくていいんですよ、はい、で1日からそうですそうです、12月1日2日だけ、はい、金土、金土だけ、そうね、本当は11月29日がオープンの日なんですけど、平日で、そうなんです、なので遅い方がいいかなと思って。なるほど。で、もうちょっと7年間はこのヒステリカで、はい、その前はどこにおられたんですか？その前もヒステリカっていう名前はヒステリカだったんですけど、はい、上野の方で、まあ近くなんですよ。そう、今の店からは徒歩2分ぐらいのところでやってて、その時は違うママだったんですけど。あ、なるほど。はい、私が2代目ママということで。なるほど、はい、で水商売を愛ちゃんがやられたのはおいくつぐらいなんですか？10年25歳の時から夜の仕事は、はい、やっております、はい、で夜の仕事としては1軒目がこの必須で、あ、そうです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 、でその何が2軒目のママになったってことだけのこと、ね、そうなんですよ、バイトから急になんかママになってみたいな。え、その前はじゃあ水商売やってなかったんですか？そうなんですよ、25歳までは塾講師などをやっておりまして、そ そうなの、もう中学生、小学生、中学生に教えてたわ、いろいろ、やばい、そうなの、おいしそうにいっぱいいたやん、最高ですよ中学生とか下手したら私より背高い男の子とかいて、それだって最近の話だもんね、まあ、まあ、本当ですよ、最高だよ本当に。あ、でも、あ、でもそれも10年近く前なので、もうまあね、時効ですよね。なるほど。え、大学は、あ、まずご出身の方から。あ、はい、私か、あ、生まれはですね、葛飾、東京都葛飾区なんですけど、はい、ずっと生まれも育ちもで、最近ちょっとやっと葛飾から脱出しまして、めちゃ江戸っ子。そうなのよ、ずっとずっと江戸っ子、本当に浅草と か亀有とか上野とかその周辺なんですよ、ずっと生活の拠点が。なので、で、中高行かれて、そうですそうです、大学、中高は女子校。あ、残念ながら。でも JK ではあったんですけど。どこが JK？ いや、どこかって見たらわかるべな、ほら。ほら、この感じ、ほら。ね。でもあれだよね、愛ちゃんは、はい、自分がその何違和感があるというか、うん、男性は女性好きじゃない、そうですそうです、大抵はね、違和感があったのはどこからなんですか？そうですね、私は別にそういうのが特になくて、私でも生まれつきなんですよ、
おかまっていうかゲイというやつなんですけど、生まれつきで、その一番最初に好きになった人もですね、あの保育園の時に同じクラスの男の子拓也くんが好きで、そうなんですよね。拓也くん見てる？見てないと思う。だって連絡先知らないもんだって。そう来てねこの店とか。いや絶対来るな。本当に来るだろうね。絶対来ないでほしい地元の人は。じゃあ拓也くんが、はい、好きになったところで、うんうん、地元としてはお男の子スパイスパイスパイス、まあそうですね、確信に変わったけどね。まあそうですね、大体ドラマとかアニメだろうが何だろうが、うんうん、男女 の, あの恋愛が描かれるじゃないですか、うん、なのでああもう男同士だけど、まあそういう、まあ、そういうも、そういう人間だと思ってビッグダディ感覚だったんですけど。ほな小中高は共、はいはい、学共学です、共学です。バレてなかったの？バレてます、バレてると思いますよ。あバレたんや。言うてもね、小学生の時だって石投げられてたもんだってもうめちゃくちゃ腹立つんですけど時代時代石投げる、石投げられて、私なんかふざけてると思って石投げ返したんですよ、うん、そしたら私が投げた石が職員室のガラス割っちゃって、なんでこっちが怒られてんだみたいな。今考えたら、まあまあ割っちゃったからね、悪いんだけどね。まあね。そうですそうですそうです。そうなんや。うん、じゃあちょっと小中から、はい、まあ愛ちゃん本名がいいんだけど、その本名で、はい、あいつはちょっとあれやぞっていうノリは。ありましたね、ありましたね。多分男子のこと好きなんやろうなっていう意味 で体育で着替えてるときは男子が視線をちょっと感じるみたいな。あそうですね、逆にでも私は見られるのが、見られるのも好きなので。なるほど。ごめんなさい、声がピーピーしちゃいまして。はい、見られる好きだったのね。そうなんですよ、だからもう何だったら教壇の上で着替えたいくらいの感覚だったんですけど。あ変態度は言ってたのね。そうですね、今考えると中学生に見られるって最高ですよ。え初めての付き合いは当然女子ですか？あ男性です、私。男性、ね、はい、生まれつき言ったもんね。そうなんです、ということは、おいくつの時に？あでも私ね遅いんですよ、初めて人とお付き合いしたのが20歳の時なんですけど、それもまあ男性ですね。そうですよね。その相手の方は俗に言うその業界のノンケの方です。あいやゲイの方です。あゲイの方、そうなんですよ。それは学校のあじゃないです、じゃないです、大学の人でもなくて、あの SNS、 ゲイ用の SNS がずっと昔からありまして、あるんでんな。それであの知り合った方と、もうええやこいつでええわと思って、顔が良かったんで、だいたい私顔で選んでます。めんくいな。そうですそうですそうです。ちなみに芸能人誰が好きですか？鈴木亮平、最近はすぐ答えちゃうんですけど。ほんとモテるようになるんですね。分かってくれます？本当？鈴木亮平好きなオカマとゲイの人めちゃくちゃいる。だって鈴木亮平もうしょうがないでしょ、それはもう諦めてください。いやいや別に全然求めない大丈夫。あごめん大丈夫。いやだってあの体でね、うん、すごいです。だって役柄によって変えるじゃないですか、ね、ガリッとさせたりさ、セゴドの時の最初の後半こんな感じ、そうそうとか、あの変態仮面の時のさ、あの出来上がった体ね、そうそうそう、今ああこれこれこの人この人今、ね、なんでこっちがちっちゃいんだよ。下克上甲子園、ああやってますねやってますね、見てます今日もそうですけどそうなんですよね。鈴木亮平はもう、あとなんか芸の映画にも出てたじゃないですか、あのなんからしいね、そうそうスキャンダルじゃなんだっけ、エゴイストだ、エゴイスト、エゴイスト見に行ったんですけど、でも作品としては良かったですね。だなんか手ぶれがすごかったんで、ちょっと吐きそう吐きそうみたいな。そうなんだ、あ、うん、ちょっとねよかった、おつまみにね、うん、お好み焼きを作ってきたんで、ねーこれ社長が作ってくれたんです、ね、ちょっとよかったね、パッパありがとうパパ出ちゃった。ちょっとねよかったね、それ食べながら、イエーイ、いただきます、いただきます。あ、箸だけ持ってる、うん、めっちゃ食うの早いですね、うん、おいおい、いただきます。うん、ねこれお家で、あ、なにこれ豚玉、はい、イエーイ、イカとかも入ってる、うんうまー、エゴイスト、エゴイスト出てる。これの劇場でもらったポストカードをずっとあの家の冷蔵庫に貼ってます。あ、宮沢ひよと、そうそうそう、あのブームのボーカルの人の息子なんですよね。いやでも今ね、うん、これだけ違って、はいはい、昨日何食べた、うんうん、でしたっけ、ありますね、シロさん、はいはいはい、とかすごいな、オッサンズラブとか、オッサンズね、うん、すごいあの今流行ってるじゃないですか、うん、だそのゲイとかそのありますね、 LGBT 的な BL、はい、ボーイズラブ的な、うん、どうですか、その本間さんから見てあれは。いや別にあのファンタジーなので別に何とも思ってはないんですけど、はい、あのやっぱり作品なんでやっぱり汚いところは出してないのがいいかなって感じですね。まあまあね、結局使うのがねやっぱりね、うん、あの
出口なので。そうですね。はい、でも似ててなんか、うん、そのあもう全然なってないわみたいな人と、あこの人なんか降臨してるわみたいなノリでっていうとなんかどれだったらなんかあります？あれはね、でもそもそも見比べたことがないのであれなんですけど、自分の行為以外はあんまり興味ないというか、もうそうなので、やっぱりね、そのやっぱりね、やっぱりこっちも大人ですからね、うん、するべきことはしないといけないわけじゃないですか。わかります？皆さん、ここ大事なところなんですけど、そう、うん、あ、やだ、お父さんじゃないですね、ごめんなさいね。大丈夫です。そうかそうかそうか、まあまあ見比べてないから、そんな見てないってことだよね。そうなんですよね、真剣にはね。あとちょうどなんかドラマが放送してる時間って私働いてますので。その通り。そうなんですよ、大抵録画とかしないんですよ、眠いんで家では。うちのかみさんが、はいはいはい、BL にハマって。あ、そうなので僕ね、あのファイヤースティックって言ってね、はいはい、あの刺すやつね、みんなこう映るやつで、はいはいはい、でその共有してて、僕が出張の時持ってったりしてて、で出張の時見てる時に、うん、要はその履歴出るじゃない。はいはいはい。で僕 U-NEXT とか見てる時に履歴が出てくるんやけど、ずっと BLBLBL 何見とんねんあいつは一体みたいな。さえ、あ、何ですかコメント。何だろう。イエーイ、はい、いただきます。あ、イエーイ、あ、知り合いです。今日のクロス、はい、ちょっと読み上げます。あ、ピエちゃん、ピエちゃんっていうか、あの、ピエさんありがとうございます。今日の黒シャツは何か意味があるんですか？はい、あります。あります。あります。先ほどの一瞬の茶番のためだけに、あの、これ貼っといてちょうだいって言ったらここに貼るみたいなのと、あと、私黒好きなんで、これネクタイわかりますか？これネクタイね、あれなんですよ。色がね、この角度でね、ちょっと光るんですよ、赤に。かっこいいでしょ、これ。あの、お魚だけにね。そうなん、そう、あ、鱗だけにだ。火だけに。はい。そう、でも特に意味はありません。ピエちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。私の友達、あ、酒ゴリラ。あ、これもね。酒ゴリラ。うちも一匹いますけどね。ねえ、でも酒ゴリラなんですよ、大体の人が。あ、私も愛ちゃんと同じくらい。酒女子ゴリラがいますけど。やっぱりね。はい、じゃあ、どっちかゴリラの方がメイン。あ、そうですね。私も愛ちゃんと同じくらい鈴木亮平大好き。ゴリラちゃんはじゃあもしかするとライバルなのね。あれ、ゴリラちゃんもしかすると女性？そうです、そうです。男性という名の女性？なんや、女性という名の男性かいうわかんないか、どっちみたいな。そうなのよ。あ、でもこれあれじゃないですか。あ、これがだからそのこれうちに来てる。あ、これね。あ、そうなのか、そうなのか。あ、これがだから、これがピエちゃん。ほい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 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こんな風にね、どんどん読み上げていくんで、ね、よかったらいっぱいね、コメントね、適当にしていただければ。冷やかしでもね。全然ない。話はだいぶずれましたけど、元に戻して、そして、またコメント来ました。ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいね。みんな見てんだね。はい、じゃあちょっとよかったらどうぞ。はい。あ、ミリオタン、あ、ありがとうございます。全部知ってる人。知ってる人。素晴らしい。すいません。こんにちは。この番組面白いですね。MC さんの絡みが面白いですね。いやー、新感覚でいいですね。メッセージ届いてるかしら。届いてます。届いてます。そして届いてます。MC これ代表の私、代表なんですね。そうですね。あのお店もちょこちょこ行ってますから、もしよかったらね。そうなんですよ。お店もっていうか、もう本当にあの癒着みたいな感じでやってますので。はい、いや、癒着ない、癒着じゃない。じゃない。したいですよ、癒着は。本当に癒着でちゃんとお金と前から払ってるしねみたいな、お金もあるぼちぼちでな、なんつってね。そして、7年目のひとりかさんで、昔は上の方でやっておられてて、そうです。で、最近移転して、はい、移転してからは何年なんですか？移転して7年です。あ、そうか、その前があるんだ。そうです、私がママになって7年で、その前はね、うん、でもね、2年半ぐらいやってたんですよ。なるほど。で、それで2年半でね、ママになるなんてなかなか。すごい才能がある、ね、タフですね、結構ね。で、皆さん多分ちょっとね、まあ、この行列網さんご存知なんですけど、知らん人には何故漁業組合なんですか？特にね、理由はないんですよね。あの、水産科高校とかあではないんですよ。あの、魚の内臓を取るのも苦手だし、なんだったら鱗を取るのもあれなんですけど、それこれね、鱗取ってここに貼っつけてるんですけど、それでなんか、はいはいはい、そうそうそう、あ、なんだっけ、あ、そう、特にね、名前は理由なくて、呼びやすい名前、アイとかユイとか、それこそそんな感じの名前で、でもフルネームでボケたくて、はい、で、アイだったら漁業組合とか、そういう、あとユイだったら例えばケツかユイとか、そういう感じで名前決めてたんですけど、
そうなんそうなんですよ。農業組合の良かったね。そうなんですよ。やっぱ農業組合もあるじゃないですか。それはうちの母が勝手に名乗ってます。労働組合も、ね、労働組合は妹が名乗ってます。名乗ったのかい。探すね、なんかね林業がいないんですけど、どうですか。そうそう、うちの母もね、農業組合、勝手に JA って名乗ってるんですけど葛飾にお住まいの ご両親。そうですそうですそうです。母が特に明るいお母様みたいですね。そうですね、なんか顔はほぼ私と西田敏行を合わせたような顔してるんですけど。なるほど、うん、とても美人。そうなんですよ大変不美人でいやいや、そんなことはないですけど。お母さんとか見て、お店、今言った妹さんとかお店に来られたりは。あ、来ますね。家族たまに来るんですよ。すげえ。うちの母でボトルキープしてますよ素晴らしい素晴らしいかどうかはあれなんですけども、まあ、で、お店のじゃあちょっと情報で、はい、その時間制なんですか。うちは基本的に見放題でやってるんですけど、飲み放題だったらまあ90分3000円で、まあ、焼酎かウイスキーか、まあ、飲み放題でやってるんですけど、うんうんうん、で90分超えたら、あ、やだ、これ前のママじゃん。ラファエル、ラファエル、これがラファエル、やばい、懐かしい、元気かな。今沖縄に住んでるみたいなんですけど、90分飲み放題 でゲイの方は2000円。そう、ゲイの方はそう2000円。そしてストレートの方が大抵の方は、まあ大抵の方っていうか、ゲイ以外の方はそうです、うん、3000円です、90分。なるほど。でボトルだったら、そうですそうです、時間関係なく、まあ2000円プラス、まあまあまあ最初はボトル代って感じかな。で、ね、はい、で1500円のゲイやと。そうですそうです。あ、このゲイって言おう。もう割れてるからダメだよ本当に。あとね、奥さんいる人はゲイじゃないから、ね、いや、うちにある人はね男なんですよ、やっぱり。だからゲイなんですよ。なんだ、なんかすごいいかついマネージャーさん連れてきたかと思ったら奥さんだったんですよね。でもそうなんです。あれ言うてんかった。え、マネージャーと思ってた。すごいいかついマネージャーか。あ、やめてやめてございます。不祥もやめてございます。なんだ、不祥かどうかはでも分からんぞ。ってことは、はい、ボトルを入れた方が長く飲む人にはお得。そうですね。でもなんかいっぱい飲む方は、うん、ボトルなんか1本なくなっちゃうよっていう方は、うん、まあ飲み放題でもいいんじゃないかなと思いますけどね。で90分超えたら追加延長は30分ごと500円500円500円。ああ、そうなんです。良心的、大変リーズナブルでございます。ホステスがこれですので、まあ、で営業時間が何時からですか。営業時間はね、夜の8時から、うん、まあまあ通常は翌朝5時までです。いやいや、なるほど、頑張るね。いや、頑張りますよ、頑張りますって言っても、ね、あれですよ、普通のサラリーマンさんの AM と PM が逆になっただけなので。なるほど。そうですそうです。ほんで、お休みは、お休みは大抵、日曜日なんですけど、うん、あとは私のじゃないわ、あとお店のツイッター見ていただければ、だいたい月の終わりぐらいに翌月のいつ休みだよとか、そうそう、した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 、あれあれあれ、あ、それや、これや、ちゃんとしてるよ、これこれ。でもなんかね、自分の画像だけでやってるので。あ、じゃあ23の再送やってたんだ。やってますね。あ、そうです。日曜日が基本。祭日のうちの祭日はたまにやる時も ある。あ、祭日祝日はやってます。基本やるのね。そうですそうです。3日もやってるの。あ、すごい、偉い。いやー、偉いかしら。でもね、祭日祝日ってさ、はいはい、ほら、愛ちゃんとこってほら、うん、アフター系が強いの店やったけど。そうですアフターだってほら、そうなんですよ、あんまし。だいたいね、昨日とか一昨日とかもやってたんですけど、やっぱりあれですね、夜の お姉さんたちが、ね、12時以降は多いので、うんうんうん、そうだから結構ね、しみったれてましたね。え、じゃあ祭日はどんな感じ？店のお姉さんたちがお休みでまったり来るみたいな、はい、そんな感じ？あ、いや、あんまり夜のお姉さんたちも仕事以外では上野に近づかないので、まあまあ そうなんですよ。私もだって休みの時はだって上野周辺近づきたくないもん。いやいやいや、ほな、どんな感じの祭日は営業になるんですか。ああ、まあでも通常営業は通常営業なんですけど、まあお休みのだからサラリーマンさんとか、あ、まあ大体、あとは周りのお店も全然やってないので、うん、うちがやってるってことで逆にね。そうですそうです、光に集まるガのように皆さん。言い方言い方。ほな、ランマルのゆりママとか。そうですそうです、ね、この前行ってきました。そうなの、はい、この前がデビューやったゆりママの。そうなんですそうなんです、ね、わがままな女の子でありますけど、うちも実は2回ぐらいあったんですよ番組。あ、そうなの。競馬好きじゃないですか。
競馬番組やってるんですよ。あ、うん、え、じゃあ日曜日にやってたの。あ、やってたの。あ、2回やって2回とも外して、うん、それは芸人辞めたんちゃうかっていうもっぱらの噂ってそんなことあるんですけど、ね、当たってるうちにやめとくもんよギャンブルは。いや、あの人のやつ頭いいのよ。ほら、なんかほら、あそこで年上からモテる経営者なんですか。はい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 。で、日曜日にお店教えてくれへんやけど、うんうん、あの浅草のね、その馬券場の近くの喫茶店に必ず行くらしいんですよ。はいはい、ああ、そうそう、みんながね、まさかおじさん、あれの目やこれの目やってこうね、はいはい、まあ綺麗なままなんでね、ワイワイしてくれるじゃないですか。で、その後、まあ3時4時に終わるでしょ、うん、その競馬自体が。はいはい。お店開けはるんですよ。連れていくんだ。賢いね。もうね、僕ね、ほんとこの人賢いなと思って。賢いね、そりゃ。だから、その平日休む理由がちょっとね、わかるな。日曜日戦うんだったらね。そうそう、どうせやったらね。けど、吉村、僕、日曜やってる人って、本当にどうやろう。愛ちゃんとこと、その、ゆりちゃん、ゆりママぐらいしかないんちゃうかな。そうですね。だって、あそこの辺は、湯島の辺は、土曜日も結構やってるお店も少ないですから、ね、いますよね。そうなんですよ。いっぱいある。そうなんですよ。土曜日、そう。もう日曜日なんて言ったらほぼゴーストタウンですよ、あそこ。なんかもうなんかネズミの方が多いし、もうゾンビみたいなね、なんかそういうおじさんばっかりですよ、本当に。ワンカッパーばっかりです。私もワンカッパーなんですけど、すいません、本当に。お酒はお強いんですね。私はお酒は基本的には好きですね。うん、何がメインで飲むのが、ま、あ、基本的にはビールなんですけど、家でも最初の一杯は、あ、外でもなんですけど、うんうんうん、また家では、2杯目からはでも日本酒ですね。はあ、そうなんや。今付き合ってるものが日本酒すごい好きなので。なるほど。一緒に付き合ってって感じなんですけど、まあ私も日本酒はまあいける口ですので。はい。でも店では日本酒飲んでる姿は半端しね。日本酒は置いてないんですよ。あら、なんで。なんか止まらなくなっちゃうので。そっち。そうなんですよ。やっぱ職務放棄は良くないじゃないですか。職務放棄というか、そのあそこ男の子は何人かおられる。はい、従業員おります、ね、あれは皆さん、あの、あ、ゲイです。ゲイなんです、ね、私の他にもうあと2人いるんですけど、うんうん、あ、いや、写真はあの載せられないんですけど。写真ダメで、ね、そうなんですよ。なんて言いますか、普通にお昼顔バレ出してね、あ、お昼働いてる子たちですので。そうなんですよ。その子のね、もう一人の子の誕生日のポスターも持ってこようと思って、そう。でもあれ終わったやつなんだけど、私あれ気に入ってんのよ。いや、でも、ごめんなさいね。載せらないからあれなんですけど。でも、あんなあったらさ、うん、知らん人がさ、あれ、うちのあいつちゃうのみたいな。あ、でも店に来たらわかるかなって感じですけど。でも、ごめんなさい。流れるような手伝いで。さすがにね。さすがになかなかそんなことがないよっていう。さすがにそれはね。今どうなの、今見バレってそんな時代。あ、何来た。あ、先日はプロレスご招待いただきありがとうございました。大興奮でした。ラジオ楽しんで見させていただいております。私の男です。お知らせと。そうです。私の彼氏です。あ、いえ、まあそうです。あ、ゆうたろかな。大丈夫。ゆうたろさんからおはがき届いております。後でオリジナルステッカー渡しておきますんで。そんな、いつできてんそれ。わかんない。適当になんか星型のシールペッて貼って。ラジオっぽくね。そうオリジナルステッカー見てくれてはるんですね。ゆうたろさん、どうもありがとうございます。てか一番見なくちゃいけないやつですからね。いや、そんなメッソもない。いや、何言ってますか。一番見なくちゃダメですよ。いや、何言ってますか。ありがとうございます。でも本当にこういうね、べしゃりも上手で、とにかくね、僕ね、何回かね、一回見ながら本当にそのまこままにご紹介連れてってもらって、うん、はい、僕そのミュージアムやってることはもう大体うちの、うん、僕の番組でよくご存じなんですけど、はい、結構辛口なんですよ。接客に関しては。そうなの。だって僕もう19歳からやってるからね、ウィルショー。大先輩。そうですよね。元同業の視点からするとってことですよね。そうだからやっぱりだからそのなんか出し方が悪いとか、はい、そのなんかグラスを、もうね、そういうしょうもないことは言わないの。その、なんか、はい、うちみたいに角をやってんちゃうじゃん。うん、その、やっぱり、ノリが悪いとか、べしゃりが悪いとか、頭の回転が遅い人は、やっぱ面白くないじゃない。ないますね、たまにね、でもね。うん、で、僕が、やっぱりその、ゲイの店をね、うん、すごい、お顔の店も行くんですよ。うん、で、誠しやかに、実はそうちゃうかっていうことよく言われるんですけど、それはね、なんで行く理由は、やっぱりね、女の子を僕が連れてることが多いじゃないですか、うん、アフターね。ほんやっぱね、女の子を連れていくときにやっぱり一番面白いのがやっぱりね、ゲイの店とか連れて行ったら楽、うん、だって遊んでくれるもん。ちゃんと、まあそうですね、笑かしてくれて、
まあ、ただオカマがギャーギャー騒いでるだけかもしれないですけど、うんうん、いやいやでもねやっぱそれはねだからねなんかね寡黙なマスターの店とかねうんどこの店とは言わないですけど僕ねあんまり好きじゃない。あそうなんですか。でもそういうのはそういうのでなんか一人で飲む時にはいいかもしれないですけど俺お酒飲まないんですよ。あそうなの。一人で。あお酒好きじゃないんです。あの強いですよ。もう強いなめさんもめっちゃ強いですけど、うん、味が苦手なんですよ。あそうなんだ。だから今日はねあの愛ちゃん来てくれるし、はいはいはい、あのお酒飲もうって話になったから飲んでますけど、うん、僕お休みの時は一滴も飲まないです。そうなんですね。1週間お酒飲まなくてもね何ともない。あえでも私も割と飲まなくても平気な。そうか。本当よ本当本当ほんま。あすごい。へえ。さすが吉村人気者。何誰誰ごめんガンガンこう。あリーホ。あありがとうございます。いつも楽しく飲ましてくれてありがとう、うん、メスにも優しい愛ちゃん大好き周年楽しみにしてる。これ名前言っても大丈夫。リホちゃんです、うん、あらありがとうございます。すいません本当に。えこれ1枚1個ずつプリントしてるの。そうよ。ちょっとこれ裏使いな本当に。大丈夫これ持って帰る。えこれ持って帰る。これ持って帰って枕の下に置く。枕の下に敷いてよだれでべちょべちょするね。いい昭和かえでもね夢に見たらね。もう一本でいいです。もちろんもちろん。これちょっと一本飲んじゃう。そうするか作るか。これ飲んじゃう。これ飲んじゃう、うん、あすみません。じゃあママちょっと一杯お願いします。いえ失礼いたします。今日ねわざわざ私のためにねいつもあのお店で飲むセットをね。そうなんです。ご用意いただいて。もう大抵ね秀樹さんはあれなのよ。なんかコーヒーと水。これあそれでいいの。いやいやちょっと色混ざるけど。すごい。いいでしょこのラジオ番組。いや こんなノリでいいの気軽で本当に。酒作りながらやるすごいでしょお酒作るの慣れてる。昼の15時からね昼の15時から飲んでるって。まあ今、まあ、日曜日だからねあれですけど平日だったら6年のうちですよ。いいんです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 。そういう曲なんでうちは大丈夫ですか、ね、代表がやってるから間違いないです。まあね代表いや混ぜる混ぜる。あ本当すみません。ういーヨロピック。あいちゃん特製のコーヒー入りかぶってる。特製っつってもねあれですけどね。改めまして、チーズ。まあ、このような楽しい番組なんでございましてね、うん、何やってもいいわけでうちの曲は全然。確かにね、なんかこの前あの私の店でおっしゃってたのが、ほら、はい、あのテーブルの下は映らないから、うん、なんだったらねあの脱いでも大丈夫だみたいなこと。うん、脱いでも大丈夫だよ。二人とも今脱いでるんですけどね。はいやいや、さすがにそれは。膝で付き合ってたりするんです。ごめんなさい。僕あの本当に女子が好き、女子が大好きなんで。だけどねちょっとねやっぱ脱いじゃうもん脱いじゃう、ね、でもすごいなんかコメントとかいただけるとなんか嬉しいですねやっぱりね、はい、これがなんかうちのねそう、ま、なんか醍醐味、昭和っぽくていいでしょ。昭和っぽくてこう髪を持ってくるって言うからバウバウ昭和っぽくていい高田文雄先生的な感じで。いやいやもういい感じでございます。でそういうことでこっちの方に移されて、はい、そうですで7年経ったと、はい。でどうですかお店の方として売り上げはどうですか。いやーコロナ当てて売り上げの話はねちょっとあれなんですけど、まあ細々って感じですね。でも細々7年って感じなのでもう利益なんてほとんどカミソリの歯ぐらいなもんですよ。いや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 これもがれまんじゃろ。いやぼちでんな。いやいやいやまあでもね、よく7月は5日も行くからどこ行くんじゃん。なんだよやめろよ言うなよ。でもまあねまあ儲かったらば、まあ、従業員でも連れて、まあはい、美味しいものでも食べようかなとは思いますけど。年内はどんな感じですか。年内ああそう、うん、もうあれですもんね年末が差し迫ってますもんね、うん、はい。一応ですね毎年恒例ではあるんですけど12月31日はカウントダウンやるんですよお店で。そうですそうです。あの開けられるのでなのでまあ別にまあただ休まないっていうだけなんですけど、でも通常営業です。お蕎麦作るだけで。あすごい。そうなんです。料理されるんですよね。いや私はでもしないですね。あのお店で料理してくれる子はもう一人いるので。そうなるべく私はあのプレイヤーでいたいので年越しそばが出る。そうですそうです。アレルギーがない方はぜひ、ね、うどんもありますけどエビ天は乗せますよ。甲殻類アレルギーの方は本当に気をつけてください。満席になっちゃうとかですよね。いやどうですかね。毎年今年ジャニーズカウントダウンやらないじゃないですか。やらないですね。だからまあ格闘技見てジャニーズカウントダウンを見ながらみたいなノリでね。大体そうなんですよ ね。紅白見るか格闘技見るか、うん、ほらガキの使いももうなくなっちゃったし。ないですよね。あれね結構ね毎年今年はあの鬼ごっこみたいです。鬼ごっこ。あそうなの。追跡をなんかやるみたいですよ年末。あ何なんだっけ逃走中みたいな。そうそうそう。あ
あれか。あれじゃちょっとね。ねえ、だったら私がね、一日中逃げてやろうかみたいな。男の裸みたいですね。当たり前ですよ。もう格闘技はもともと好きですので。出てこいよ。あ、そうです、高田。あの男の中の男。出てこいや。ね、ありがとうございますね。好きなんですよ。ふんどししてね、かっこいいですよね、高田が。え、どんな格好で、ね、お正月は。いや、もう大抵でもいつも通りの格好。ねじれ鉢巻きとか。さすがにクールポコみたいなことしませんよ、そりゃ。クールポコはさせんなーありがとうございます。向こう見ちゃってすいません。そうか。じゃあ年中無休だ。あ、いや、あ、そうですね。で、1日は1日は、まあまあまあ、開けて開けるんだ。1、2、3、あ、じゃあ、開けて1、1、2、3は休みます。さすがに。で、31のそのカウンターをやって、その日は朝5時頃までやられるんですか。そうですね。あ、でもその途中で、まあ別に湯島天神に行ってもよし。あ、でも混むからね。あと受験生じゃないし。ここね、ここいいでしょう、うん、あ、ね、鳥越神社 ね、 ここね。だからね、朝、僕12月31はね、うん、ちょっと番組やってるんですけど、うん、ここであの、まさにね、お客さん引くのを見てから行けるんです。ああ、なるほどね。この窓から見てね。窓みたいな。すっごいね、なんかあの今日ちょっとあのちゃんと一礼してから来たんですけど、神社さんなんで。ね、神社上から見下ろすというので、ね、バチ当たりだよね。バチ当たりだよね。曲でございますが。そもそもなんかおかげ時点で地獄行きなのにさ、本当にダメですよ。まあ地獄の沙汰もね、うん、何たらでございますか。これ次第でございます。はい、じゃあ頑張って儲けていただいてね。そうですね。閻魔様を黙らせるぐらいのお金があればいいんですけどね。基本下引っこ抜かれますから。お店は、はい、どんな方が来ても大丈夫なんですか。あ、もちろんもちろん、あの結構ですね、一人女性一人だろうが、まあ、うん、学生さんだろうが結構お客さんいらっしゃいますので、うん、あのどなたでも来ていただければ、うん、あ、なんだったらね、また声がピーピーしちゃったわ。なんだったらあのこのね番組見たって言っておっしゃってくれれば、まああのさっき延長30分ごとに500円ずつ、まあ延長1回分ぐらいはねサービスしてもいいかなって感じですね。じゃあご連絡は、X で。そうです、 X（旧Twitter）にてお願いいたします。でもこれで福島市とか出ますよね。出ます出ます。あと何だったら漁業組合で調べてくれれば、で、あれはあのメッセージ送るやつとかないんで。ありますよ。あります。ごめんなさい、今舐めた喋り方しちゃいまして。そうですそうです、あのだいたい、あ、やだん、これ見たらなさそうやけどね。え、こ、嘘、ほらそこそこ。じゃあ そこにそこに普通四角マークが。あ、そうだそうだ、あのメールマークみたいのありますよね。そう、あれなんでやろ。じゃあ漁業にください。漁業にください。漁業組合、はい、勝手にダチョクラブ。あ、そうか、こっち、こ、あ、そうか、これはこれは何、メッセージ、これはフォローしたけど、左の方にあるんか、それだ。あ、それでいけるんだ。あっちの方じゃなくてこっちの方だ。あ、なるほど。私もなんかちょっとね、インターネット老人会なんで私も。何？何ですか？面白いことが好きな、面白くない。あ、そうです。私自体は面白くない人なので。いや、全然面白いですよ。面白いことが好きなだけなんですよ。なんか、いやでも僕本当にさっきの話を続きやけど、はいはい、あの初めて行かせていただいて、もうね、一発で、あ、この人面白い。あ、惚れちゃいました。いや、惚れたってあの芸の方でね。 ありがとうございます。まあ、芸だけにね、なんて。もう芸の肥やしということで面白くて、べしゃりうまいし、返し上手やし。そうですか。でもなんか、うん、いや普段はそうじゃないんですけどね。家ではどんな感じですか。家ではもうただずっと黙りこくって、あのこうやって手叩いて、あのちゃん、あのリモコン持ってこさせるみたいな。お風呂先ほど。あ、そうですそうですそうです。この顔がいい男ね。え、あのじゃあその顔がいい男さんが、はい、あの家事とかお料理を。いや、まあ大体でも休みの日、あの生活リズムが合わないので、私夜働いて朝帰るじゃないですか。はいはいはい、向こうは昼間働いてるので、やっぱり、まあ、生活リズム合わないので、大体私が寝てる時間に向こうが活動してるので、まあ、ベッドの上からこうあれですよ、でもアレクサみたいな感じで。そういう感じ。え、そうですそうです。お休みの日のご飯作ったりはしないんですか。ああ、だいたい出かけちゃいますね、二人で。なるそうですそうです。今日もこの後。この後。なんかどっか出かけようかななんつって。待ち合わせに。あ、待ち合わせは特にしてないですね。今連絡来てるのかもわかんないですけど、とりあえず5時までには家に帰れるみたいなこと勝手に言っちゃったので、あ、でも嘘です。全然あの延長。延長はあれですか。延長はね、ちょっと別料金。いやいや、料金はどこじゃなくて、あの、ケツが時間が、そう、ケツが決まってるんで。ケツ決まっちゃってんだ。私ちょっとケツ決めたいんですけどね。はい、そっちね。そっちね。いいなことは。ありがとうございました。
どうですか、初めてで、で、ま、なんか番組なんか出られたことあるみたいな。いえいえ、なんか、番組というわけではないんですけど、YouTube？ あ、そうです、そうです。とか、ツイキャスで、はいはいはい、あのオンラインイベントなんていうのもたまにお友達から呼ばれたりして、あとは、緊急事態宣言の時に、はい、リモートイベントみたいなので、呼ばれてみたりとかしてたり、あとは、自分でもやってたんですよ。その、いやいや、お店に出れないので、自宅でこうやって酒飲みながら、適当になんかコメント読みながらへへーとか言ってたりするっていうのはまあ慣れてるので、ヒステリカのだから宅飲みバージョン、そうですそうです、それこそそれも出張ヒステリカみたいな感じでやってたんですけど、じゃあこういうそのなんかこう一応伊豆さん先ほどまでやってた、はい、伊豆さんがやってるとか、はいはいはい、こうまあ芸能人もやってるような曲の番組の初出演みたいなっていうの初めてですね。どうですかご感想。いやすごいですよ、だって自分のさ、はい、顔もカメラ2つあるし、こことここに、はいはいはい、でさ窓見たらさイケメンおるやん。はい、そうでしょ。イケメンと奥さん、メスゴリが一匹、ね、あそうね、あ嘘、放送終了10分前、早いでしょ、早い、何も喋ってないぐらいの今日でしょ、ね、曲流す暇ないですね。曲ね、もうね、もうね3曲も流しちゃったらねもうすぐ終わっちゃうもん。ダメですよ本当に。なんか宮本浩次流してもらおうと思ったんですけど。なるほど。だからちょっとネクタイ細いんですけど、私の宮本浩次好きなんで。あのね、かすれた声のお父さん、ね。そう、体に比べてネクタイが細いだけなんですけど、はい。もうねネクタイ見えてないですよ。もう黒すぎて。あ、そうそう。そうやって見えるけどね。ほぼ見えてないみたいな。うんうん、すごいあれですね。あれですね。映像綺麗でしょ。ねえ。私ってこんな可愛かったんだ。イエーイ。ね、メガネ、それよくあれですよね。老眼とかもないんですね。老眼持ってます。あ、本当？うん、でもなんか、ね、遠く見えるんですよ。だからあのカメラから別にこれは全然読めるんですけど、近くなるとこうというか老眼鏡をやらないと。あら、じゃあ新聞読むときとか大変で。あ、もうちゃんと部屋にはちゃんと。老眼鏡は常に。そうそうね、そうね、別に家で読むもんね、新聞なんてね。そうよね、そうよね。さようでございます。うん、いや、よかったですか、初出演は。本当になんかありがたいことで、本当に。でもなんか向いてるというか。本当ですか。めちゃめちゃ全然聞きそうやし。向けてはないんですけど、ね。あ、いや、そっち。素晴らしいと思いますよ、漁業組合ちゃん。どうせ冠番組なんかちょっと。ぜひやりたいです。あ、もうぜひぜひぜひ。本当に、ぜひやりたいどころか、なんだったらスポンサーつかなかったら自分で金払いますんで。何拍手してるんですか。やるんやったら平日の方がいいんですか、日曜日の方がいいんですか。そうですね、平日で出勤前とか。ぶっちゃけ平日の方がいいです。あ、そうなんや。で今日考えたら勢いつけて出勤するみたいな。そうですね、ここで一杯引っ掛けて、まあ、いいねいいね、なんかワンカップでも飲んでみたいな。ね、同伴でって書いて、してくれる同伴。いやいや、誰に言うせん。スタッフかい。ダメだね、ダメだ、ここで働いてくださらないとね。時間がね。そうですよ、うん、そうね。あ、でも本当にもう本当にお願いしたいぐらいです、本当に。こんなもんでよければって感じですけど、呼びたい人もいろいろおりますので、なんだったらうちの多分メスゴリ喜んでますよ。マジ。あ、はい、お金のことはね、全部そうなんですよ。あ、そうなの。もう僕有名な話で、僕のお金の会計は、うん、高橋からはなんぼ絞っても絞り取れへんと、はいはいはい、嫁に聞いとかなあかんみたいな。だから番組が一つ増えるたら喜ぶのはお母ちゃんで。なるほどね。でも財布の紐はね、しっかりしていただかないと、さすがに。ねえ、だってもう本当ですよ、やっぱ先立つものがないと。あ、コメントですって、うん、ありがとうございます、はい。誰誰？あ、ピエちゃん。あ、ピエちゃん2回目。スポンサー言ってよです。素晴らしい、ピエちゃん。ありがとう。もうね、私のね、愛する友人なんですけど。うん、ピエちゃんどちらなんですか？性別は。女性です、女性です。素晴らしい。なんか、すごいなんかつるんでる、よくつるんでるレディなんですけど。おお。なんだ、スポンサーになってくれんの？ちょっとじゃあ。すごい。じゃあ肩の一つでも揉まないとね、本当に。肩だけにしといてね。うん、もちろんもちろん。何言ってんですか、本当に。肩しかないから、本当に。握るものないですから、彼女には。だよね。うん。でもすごい。人気があるし、こんだけのこう、コメントがね。これコメント多いんですか？じゃあ、多いです、多いです。本当？集まるし、ましてこんな、スポンサーになってもいいよなんて、すごい。うん。これはもう愛ちゃんのお人柄喜んでます。
ほら平日の夕方ぐらいに番組をやって、はい、その引っ掛けて、そうです、8時に、うん、あのなんだったら店にね7時半までに着けば、なるほど、とりあえずは、でそんな感じで、そんな感じで、え、なんとかなんとか、嬉しい、ここは一つどうも、うん、なとりあえず今は7周年のまず、そうですね、あ、来週末やりますんで、うん、あ、こっちこっちだ、やりますので、ミステリカの和酒の漁業組合さんか、はいはい、ミステリカの吉島ミステリカで情報を、はい、チェックしていただければ、でも連絡しながらして言ってもらってもいいけど、いっぱいなのかもしれないんで、そうです、そうです、一応事前の連絡があった方が助かります ね、はい、ね、もしこのどうしてもこれ分からんときはうちの局の方にねいただければ、ちゃんとあのママの方にもちゃんと連絡先をお渡しするので、ぜひぜひぜひ、はい、まずは12月1日からこの2日の2日間ちょっとお客さん入れないですよね、いっぱいすぎて、うーん、入れなかったらでも5年待ちしていただければ別に、うん、あの人が落ちて何が死んでると思われるあの急な階段で、そうなんですよ、あ、もうね階段がすごいの、そうなんです、階段登ってすぐ、あのビルの階段登ってすぐ左だもんね、うちのドアなんですけど、そのラ、あの酔っ払って皆さんお出になるじゃないですか、うん、すぐ階段っていうのを忘れて落ちちゃう人がいてあれ落ちるよね、あれさ、マジであれ、落ちて肋骨折ったおかまいるんですよ、わかる気する、ほんとあれね、あ、特に雨の日とか滑るので、マジあれはね、あの、うん、店出てちょっとこっち行ったらエレベーターはあんねやけど、そう、あるんですけどね、ほら開けた瞬間にここに階段あるから、そう、階段あるから皆さんそこで降りちゃう、そこで降りると思いますよね、で、あのね、やっぱり肋骨折った時めっちゃ痛かったもんでしょ、ほんと肋骨折ったおかまって私なんですけど、そう、多分そうですよね、うん、で、で、あの滑り落ちたのはね私だけなんですよ、そうなんや、誰も落ちてなかった、あのちゃんと注意してるので私が、うん、肋骨折ったおかまいるからね気をつけなさいねみたいな感じで、あれ危ないでしょ、だから、うん、あの、まあ、ある程度、あ、まあ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 、まあ、まだ秀樹さんはね大丈夫だけど、うん、でまあね、結構ね、あのお年を召した方もいらっしゃるので、やっぱベータ使ってほしいね、うん、うん、でも、うん、そのお年召してなくても、うん、酔っ払ってる人は危ない危ない危ない、あの分かっても、ね、結構あのこの幅が短くて急急な、そうなのよ、あそこね、そうなの、本当行ったなら分かるんですけど、うん、まあそこ気をつけていただいて、うん、ただまあ12年で2日と毎日、はい、のお祝いに、はい、もちろんねこの2日以降日曜日もお休みやけど4日からもね、そうです、お祝いもちろん前々祝いもあると思うんで、お祝いまずしてあげて、まずそのヒステリカデビューをしていただいてですね、そうですよ、その後12月30日はみんなで一緒にね、いやお蕎麦食べよう、うち多分31は年越し番組はやっていると思うので、ね、うん、あ、ほんと、え、ズームつないでいい、いいよ、いいですよ、5分10分だけ、いいですよ、パッと、あ、やめてね、これだけはちょっと、さすがにその方、普通の方だ、通常営業っていう方の、はい、あのパッと映ったらなんかあの変なものが映ったら、あのそりゃさすがにね、あ、ミリオタン、あ、ミリオタンさん、この番組ぜひともレギュラーしてほしいですね、あ、よかった、あと1時間聞きたいですね、ちなみに、すいません、あ、ちなみに質問です、ゲスト呼びたい人いますか、います、まあ身内になっちゃうんですけどね、うん、うちの従業員は呼ぼうと思ってます、顔あ、顔はね、なんか本人が言ってたんですけど、あのマスクと、まあ、帽子で、うん、まあいけるだろう、別にあのあれいいよ、ウルフの顔でも、あ、ほんと、あ、ね、真水はやないよ、真水やないかでもまあ結構ね、あ、呼びたい人はね、あの目星はつけてます、勝手につけてます、できるだけ決定しましたので、まだ日にちのお伝えできないですけど、この後お話もさせてもらって、しっかり告知は1時間はごめんなさい、もうね、あと1時間やりたい気持ちがあるでもね、ちょっと後ろが詰まってる、ツイキャスじゃないのよ、ミリオちゃん、あ、そう、ほんでね、うん、うちは生放送中ね、うん、アイちゃんの、うん、ここにツイキャスとか YouTube ライブとかやってもいいのよ、いいの、同時中継を、ほんと、だからひどい人なんて、うん、携帯4台ぐらい置いて、ひどい人ってこんにちはって言いながら、こんにちは、こんにちは、こんにちは、いい、千手観音みたいになっちゃう、どないなっとね、あの番組それうち OK、 そうな、あ、じゃあなんかずっとじゃあこのカニ道楽みたいにやったらいい、そうです、そうです、こうね、ちゃーんかちゃーん覚えていただいただから僕らの考えでしたら、そのほら
うちの局のこと知らない人もね、いやまだやっとる。あ、ごめんなさい、我々の。あの、いるじゃないですか。うんうん、そのいる人が、その、愛ちゃんは知ってるけど、うちの局は知らんかった人が、え、それ愛ちゃんどっからやってるの言ったら、ラジオ局だよ、つって、うん、こっちの方に移動してくれるやん。そうそうそう、まあ、あるんで、うちはですね、心の広い局でございまして、ぜひですね。懐の深い、何をおっしゃいます。水玉おじさんで、本当に。まあ、僕もこのちょっとお祝いね、どっちかわからないし、まあ、僕ちょっと、この日じゃなくて、まあ、ちょっとね、前後にするとは思うんですけど。助かる。いやもちろんね、4日とかにね、なんかドンペリ冷やしときま、ああら1分ですって、なんかドンペリ出ますよ、ゴリさんってぜひ最後の紐はほら目が顔がここでキュッキュッてなるんですよ、あの人全然こっち見ないわまあそんなこともありますけども、はい、まあこの応援していきたいと思いますし、そしてレギュラー番組は一応決定したということで、まああの平日の何時になるか、あと夕方からと思いますけど、はい、それはまた日にちを決めて、できたらねこのアニバーサリーの後になっちゃうとは思うんですけど、そうですね、あの年末のね営業に向けてちょっとなんかあの番組が発信できればなと思うので、またその時は皆さんぜひね今日いっぱいコメントいただいた皆さんも応援いただければと思います。早いでしょ。早いね。1時間もうほぼ終わりです。もうだって10秒とかじゃない。あれね、ちょっと時計で、ね、ちょっとです。あれ、50分と30秒ぐらいでちょうどぐらいなんで。焦らすよね。もうちょい喋ります。ということで、最後に、まあ、このコメントに向けて皆さんも含めて、はい、見てくれてる皆様に何かをしよければ、はい、一言。はい。ね、黙っとんの。キムタクかなと思っちゃって、でも本当に見ていただいてありがとうございます。あの適当にこれからもあの適当に私のことを応援してください。本当に適当でいいんで、私のことなんで、あのお金をください。いえいえ、嘘です。そう適当ちゃうみたいな。はい、ということでね、お金をいっぱいあげるということでね、まずはこのトゥルを使って、はい、年末もね、年中無休でやっております。日曜日以外は、あ、そうです、日曜日以外は年中無休でやっておられますので、するよ、ぜひともお願いしますね。ということで、湯島ひすてりかの、漁業組アイママをお送りいたしました。50分間の出張ヒステリカでございました、はい、MC の方は私代表高橋秀樹、そしてゲストにはですね、ヒステリカのママの漁業組愛さんでございました。ではまたね、はい、もう近々すぐのお会いできそうな感じなんで、そうですわね、はい、また皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。本当にまたここで会いましょう。またここでも皆様にお目にかかれますよ。お店で会った時は声かけてね。じゃあね。あー白くなる。